どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はバージョン 5.20 アップデートについてお知らせがやってきておりますので、こちらについていろいろとお話ししていきたいなと思います。やはりですね、プロスペースはアップデが有能で、まあ有名なソーシャルゲームではあるんですが、今回も素晴らしいアップデートがやってきております。早速中身について確認していきましょう。はい、まずはじめに選手写真の変更ができるようになるみたいです。詳しく読んでみますと、対象となる S ランク選手の写真とエフェクトを過去に獲得したことがある S ランクの同じ選手のものに変更することができるようになりますと。はい、まあすなわちですね、まあ最新シリーズの選手を引いた時に昔持っていたシリーズのものであれば、まあ写真そしてエフェクトをそのシリーズのものに変更することができますよと。はい、ここに山田哲人選手の例が記されていますが、まあこんな感じでですね、まあ新シリーズを引いたとしても、まあ、昔持っていたシリーズの時の、まあ、写真エフェクトに変更することができますよと。はい、いや懐かしいですね。この紫の、これ確か侍ジャパンか何かの時だったと思うんですが、この時の山田選手持っていたなーなんて思い出します。はい、まあなので、まあすごく気に入っている時のものがあれば、まあそれに変更してね、今後も使うことができるようになるということで、これ結構一部、欲しいなーなんてね、コメント欄で言ってらっしゃった方もいらっしゃったので、まあそういった方にはかなりありがたい機能なんじゃないかなと思います。ただ僕はですね、おそらく使用しないと思います。まあというのもですね、まあ結構僕も、気に入ってた時の写真とかってあるんですけど、ちょっとまあ配信者である僕がこれをいろいろといじってしまうと、まあこの写真だけ見るとね、あれなんでこの人こんなに昔のシリーズの選手まだ使ってるんだと、もしかしたらまあ初見さんとかには勘違いさせてしまうかもしれませんので、まあ僕はなるべく使わないようにしておこうかなと思っております。いや、ただ本当にお気に入りのね、時のものがある方にとってはかなり嬉しい機能になっているんじゃないかなと。そしてこういうのができればいいなっていう声は何度も聞いたことがあったので、まあそういうね、要望に応えてくれる運営さんは本当に素晴らしいなと、まあ感じております。はい。で、まあ詳細も一応確認しておきましょうか。まあこんな感じで、書いていけるよというところで、選手写真を変更すると、選手アイコンの枠が赤くなります。ほうほうほう。まあだから一応これでわかるっちゃわかるんですけど、まあまあ僕は一応誤解をね、生まないようにするために、まあやめておこうかなというところですね。はい。いやでも思い出あるシリーズとかありますよね。僕もやっぱりギータ初めて弾いた時のシリーズとかめちゃめちゃ思い出あります。はい。で、まあもちろんリセットすることもできまして、注意事項としては選択できる写真は S ランクの同じ選手のこれまでに獲得したことがある年度シリーズのものに限られますということで、獲得してなかったらね、できないというところですね。はい。で、これまでに獲得したことがある選手は選手名鑑で明るく表示されます。現在所持している必要はありません。S ランクの同じ選手でも所属球団が異なる場合には選択できません。まあそらそうでしょうね。まあ谷本選手なんかが、まあいい例ですと。はい。で、投手版、打者版が存在する選手は、それぞれの写真しか選択できません。まあ大谷翔平選手とかが、まあ打者の方に投手の写真をすることはできないと。まあこれもそうでしょうね。はい。で、シルエット化された選手は、写真の変更選択もできませんと。はい。で、ワールドスター選手や OB 選手にシルエット化された NPB 時代の写真を使用することもできませんと。まあ、これもそうでしょうね。はい。で、写真とエフェクトを別々に指定することはできません。まあ、これもそうでしょう。はい。というところで、まあまあまあ、当然っちゃ当然ですけど、一応ね、こういった注意点はありますと言ったところみたいですね。はい。まあ、これは本当に、まあ一つ、またね、遊び方が増えるので、いい機能なのではないでしょうか。で、今回一番話したかったのはこちら。はい、サブコンボというものが追加されました。12月19日火曜日のメンテナンス後から反映されます。で、このサブコンボというものがどういったものか確認しますと、サブコンボは11番目のコンボとして発動しますと。まあ今までコンボは上から、まあコンボ上昇量が高い順に10個しか発動しなかったんですが、まあ11個目のコンボができたというところですね。はい。で、発動判定に成功した上位11から20番目までのコンボの効果を10分の1して合算したものがサブコンボの値になりますと。はい。まあすなわちですね、まあ僕最近特に特殊能力の話
まあ、特殊能力とこのコンボに関するお話をねめちゃめちゃやっていたので、まあ、ずっと動画を見てくださってる方はもうなんとなく言いたいこともね、わかるんじゃないかなと思うんですが、まあ、例えば今の僕のリーグオーダーであれば見ていただきますと、まあ、コンボとしてですね、まあ、最近で、確認できた一番低いコンボっていうのがこのジグザグ打線だったんですよね。はい、これコンボ上昇量が高い順に並んでいるんですが、このジグザグ打線が、最近、まあ、ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいでは確認できた一番低いコンボですと。まあ、すなわち、このジグザグ打線よりもコンボ上昇量が高いものであれば、まあ、コンボとして意識してあげる、価値はあるんですが、あったんですが、今まで。このジグザグ打線よりコンボ上昇量が低いものの場合は、今まではコンボとして、まあ、成立させてあげる正直意味がなかったんですよね。はい。まあ、このジグザグ打線よりも上位のものがたくさんありまして、こちらがまあ優先的にもちろん発動していくので、まあ、確率的にもうジグザグ打線以下はほぼ意味がないと、まあ、いうところではあったんですが、まあ、今回のアップデートによってこのジグザグ打線以下のコンボに関しても、まあ、少しではありますが意味を持ってくるというところでございます。はい、これはなので個人的にはかなり嬉しいアップデートでした。まあ、他にもですね、いろいろと発動させられるコンボがあるのになんかもったいないなという気がしていたので、まあ、言っても11から20番目のものを合算して10分の1にしたものなので、そんなにね、差はないと思うんですけど、まあ、それでもいくばくかの差はできてきますので、まあ、個人的には嬉しいね、機能の追加だなと感じております。はい。まあ、例えばジグザグのすぐ下に来るものとしてやはり有名なところで言うとこういったところなんですよね。はい。超スプレーヒッターズとか、今僕であれば超ドクター K みたいに超特殊能力プラス普通の特殊能力のレベル5以上を所持している選手を3名以上ということで、例えばこの超ドクター K であれば、まあ、脱三振20丸か脱三振のレベル5以上を持ってる選手を3名以上入れると発動するコンボと、まあ、この辺が自分の努力によって発動させられる、まあ、一番のところなんで、まあ、なので僕の場合は、11から20はおそらくこの辺、極みパワーヒッターズ超、この辺かな、この辺が大体10位の境目なんで僕の中では、まあ、ジグザグ以下ぐらいかな、このジグザグからこの辺ぐらいまでが、まあ、入ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところでこうやって見るとやっぱりこの特殊能力系まだいくつか増やせるんで、これをね、まあ、しっかり育成して増やすっていうのと、まあ、今後、オーダーを考えていくときに、まあ、これをね発動させられるのであれば意識して発動してあげれば、まあ、本当にいくばくかではありますが、またねチームが強くなるというところでございます。まあ、本当に今言ったね、特殊能力のやつが結構でかいんで、多分この辺は、まあ、そういった意味でも、まあ、昨今の頑張りがまた反映されるんだなって考えると、僕はすごい嬉しいコンボになっておりますというところですね。はい。まあ、というわけで、まあ、本当に今まではもうジグザグ以下だったらいらないって言って全然僕はねコンボに組み込んでなかったんですけど、これでまあとりあえずねまたまた楽しくなってきますよと。でこのサブコンボもこうやってクリックしてあげると、実際何がサブコンボとして選ばれているのかっていうのが確認できるみたいなんで、これは本当に嬉しいですね。はい。これを見てですね、まあ、また少しずつ、コンボの方も強化していけるんだなというところでございます。はい。まあ、ということで、これはね、また反映されれば僕もこういうのがね、発動していますよと。まあ、よってこういうコンボを今後はまた増やしていこうというお話をね、やっていければいいななんて思っております。はい。まあ、ただこのサブコンボにも発動しないようなもう星1のコンボとかは、まあ、引き続き無視でいいかなと思っております。はい。で、続いてが、守備シフト画面で、守備範囲が円で表示されるようになりましたと。はい。円の大きさは守備適正の値に応じて決まっており、実際の守備範囲を示すものではありませんということで、なるほどな、すなわちまあまあまあ、守備適正っていうところのみで表示されているから、そこは気をつけてねというところですね。はい。で、タイムスリップのガッツが構えた時にバットが半透明化するようになりましたと。いや、僕もですね、小笠原選手ちょっと使ってたんですけど、めちゃめちゃ見にくかったんですよね、ピッチャーと被って。はい、これもありがたいアップデートだと思います。で、あとはもうちっちゃいところですが、同時に2人以上の守備交代を行った時にデモでクローズアップされている選手以外はプレートで守備位置と選手名が表示されるようになりましたということで、本当にこういう小さいものではあるんですが、こういうちっちゃいところを含めアップデートが有能なんですよね。はい。以下も
まあまあこれは毎年あるやつ、成績順に応じて並び順を変更しましたと。スピリッツ解放が使用回数制限なくなりました。おお、これはありがたい。はい。でプロフィールにユーザー ID が表示で、リアルタイム対戦がまたやってきます。はい、こちらについても少しお話ししたかったです。12月20日水曜日、まあ、水曜日の3時から、1週間ほどまたね、ベータ版が第2回実施されるみたいです。はい、まあ、どういったところがまたねちょっと変わっているのかとか、まあ、通信が良くなっているのかとか楽しみですね。まあ、本当に第1回目のベータ版の時から僕はもう何の支障もなくね楽しむことができましたので、まあ、引き続き期待したいなと思っております。で、ありがたいことにアキさんと対戦したいですと言ってくださる方が非常に多くてですね、まあ、また生放送もやっていこうと思っているんですが、僕と対戦したいという方はなのでぜひこのチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてアプリの方でチャンネルトップのベルマークを設定していただくと、まあ、生放送を始めた時に必ず通知が飛ぶようになりますので、ぜひともチャンネル登録と通知設定をよろしくお願いいたします。プラスですね、まあ生放送はまあねそんなにバンバンはちょっとできないのですが、ツイッターの方ではこの期間とかね、まあ前回の期間もそうだったんですが、結構フリーに募集させていただいております。今リアルタイム対戦の、募集してるよと結構ねツイートしたりするんで、ぜひともツイッターアットマークアキゲーム TV の方のフォローもよろしくお願いいたします。まあ、後日またねツイッターの方でフレンド募集も行おうと思っておりますので、ぜひともこの機会にツイッターアットマークアキゲーム TV フォローしてくだされば嬉しいです。はい、まあそんな感じですね。いやー、ということで、でエラー判定のあれも来てますね。はい、でコリジョンルールもまあ適用といったところでございます。はい、コリジョンルールの導入に伴いディレードスチルの成功率が高くなりすぎていたのを調整と。はい、 OK というところでございますと。うん、本当にアップデートが有能なゲームですね。はい。まあ、僕は本当に今回はね、サブコンボ。これです。これが本当に嬉しかったです。まあ、これについても色々とまた追ってね、後日お話ししていきたいなと思います。うん、まあ、本当に、リーグオーダーね、どんどん強化するっていうのが僕のプロスペースの一番の目標なので、そこは変わらず、またね、来年も楽しんでいければなと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。